はい、YouTube。オードマン TV のオードマンです。ということで、熱も下がり、すっかり元気になりました。心配していただいた皆さん、本当にありがとうございました。いやー、今回はいろんな意味で焦りました。まず症状の出方なんですけど、その日は日中は普通に仕事をしてました。遅番で。お昼出勤の夜9時上がり。で、家に着いたのが夜10時で、で、その後飯食ってなんだかんだしてたら、してた深夜0時に、なんか急にこう体の重さを感じたんですよ。で、最近は、まあ、遅番がメインなので、で、寝る時間がだいたい深夜1時か2時なんですけど、もうこの日はもう0時で、ああ、ダメだなと思って寝ました。寝ててもなんかこう胸焼けというか胸がムカムカしてて、なんか吐き気というのがあったんですけど、構わずそのまま寝ました。で、朝起きたら熱が37度8分あって、激しい頭痛と、もう関節痛もひどくて、で、熱は最高38度2分まで上がりました。あー、これはダメだと思って、ですぐ派遣会社に、もうその日も出勤予定だったんですけど、まあ、電話してお休みをいただきました。電話した後トイレに行ったら、まあお腹が壊れてて、しかもリバースもしたんですよ。もうほぼ同タイミング、もう代をしている最中にもうこっちの方が込み上げてきて、うわやばいと拭いて、で、流した瞬間に今度は便器に頭を突っ込むみたいな。今まで風邪をひいてお腹が壊れることはたまにあったんですけど、このリバースまではなかったんですよ。だから普通じゃない感じがありました。汚い話でごめんなさい。で、自分で車を運転して病院に行く自信がなかったので、一緒に住んでる親父に近所のかかりつけ医に連れてってもらいました。そしたらですね、その個人病院なんですけど、そこで言われたのが、熱のある人は診察できませんのでって言われました。え？みたいな。コロナ禍のこの中、それもわかりますけど、健康な人しか行けない病院って病院の意味があるのでしょうかと私は言いたい。で、私は受付の人に、じゃあどうしたらいいんですかと尋ねたら、#7119に電話してほしいと言われました。で、この#7119というのは札幌市内にある救急安心センターというところで、病気になった、怪我した、救急車呼ぼうかどうしようか迷った時に電話するところなんですよ。で、これ全国にはないみたいです。で、もちろん24時間365日利用できます。で、その個人病院はすぐ出て、まあ、親父が外の車の中で待っててくれたんで、で、車の中ですぐ#7119にこうなんかフラフラしながら電話して、で、見てもらえる病院を教えてもらいました。で、その電話口で症状を話した際、コロナの可能性は低いですねと言われたんですけど、一応 PCR 検査を受けました。で、実際診察してもらった病院では、 PCR 検査を受ける受けないの判断は先生じゃなくてこっちなんですよ。検査費用はタダなんですけども、じゃあ受けた方がいいじゃんとおっしゃるかもしれませんが、ぶっちゃけ PCR 検査もですが、精度 100% の検査はないんですよ。で、今回のこの PCR 検査の得意度は 99.9% なんですよ。つまり、健康な人1000人に PCR 検査を受けさせた場合、1000人全員が陰性になるわけじゃなく、999人に陰性、1人に陽性が出る割合なんです。だから、もし健康なのに陽性になった場合どうなると思いますか？本人は自宅かホテルの監禁になります。で、職場の方はというと、私の近くの人は全員濃厚接触者になって、1週間程度の自宅謹慎になります。誰とも本当の意味での濃厚な接触をしていなくても。だから職場から陽性者を出したくない。でも PCR 検査は信用できない。でも世の中的にはこの PCR 検査は人気があるから、陰性になればみんな安心します。本当、悩みました。でも受けました。で、今回も唾液による検査で、で、結果は陰性でした。これで人生2回目の PCR 検査になります。私自身もですし、私の身の回りで海外に行った人もいません。で、私の知り合いにインド人もいません。濃厚接触はずっとご無沙汰です。まあ、結論としては今回は夏風邪だったということでした。
今回の私の症状は熱、関節痛、下痢、嘔吐で、咳や喉の痛み、鼻水はなかったんですよ。で、熱も次の日には37度まで下がりましたし、頭痛も収まりました。お腹の整腸剤だけ今も飲んでます。とりあえず良くなって良かったです。ただ残念ながら仕事は2日休んでしまいました。まあ、その分給料が減ります。まあ、ここ最近の天気予報でもご存知のように北海道もなまら暑いんですよ。この暑さの中でマラソンやったら死んじゃいますよ。そのくらいの暑さなので多分体がやられちゃったんでしょう。今回の件でコロナとただの風邪の見分け方を気づいたのですが、それは呼吸のしづらさだと思います。先ほどのシャープ7119に電話した際も、呼吸はどうですか、苦しくないですかと聞かれました。それを踏まえてその場でコロナの可能性は低いという判断になったのではないでしょうか。コロナは肺炎を引き起こすじゃないですか。だから患者は呼吸すると肺にガラスが刺さったように痛くなって、で人工呼吸器が必要になり、で少し前、インドでは人工呼吸器用の酸素ボンベが不足しているとニュースでもやってました。だからもし皆さんや皆さんの身の回りの方で熱が出て呼吸も苦しそうだという場合は、それは本当にコロナかもしれません。はい。ということで本日の動画、風邪が治りましたというお話でした。皆さんも夏風邪や熱中症にはどうぞお気をつけください。で、もし体調が優れないときはすぐにシャープ7119や、まあ、それに似た施設に連絡してください。ということでこの度は心配おかけしました。温かいコメントありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。